い、40号という高速道路をずっと西の方に向かってきました。グランドキャニオン今朝出てきたんですけども、1時間ほど走らせて、我々高速道路を降りて、そしてやってきたのがルート66。ちょうど40号とルート66は平行に走っているところなんです。この看板にちょっと寄りたかったんです。皆さんご覧ください。 Welcome to セリグマン。我々セリグマンという村にやってきました。なぜかルート66上にあるこのセリグマンという村には、このルート66を救った男、復活させた男、レジェンドがいらっしゃるんです。今日はそのレジェンドにインタビューをしに、やってきたということですので、まあ楽しみにしてますけども、そのセリグマン、そのエンジェルさんっていうですね、バーバーショップ床屋さんがいらっしゃるんですけども、昔から床屋さんだったんですけども、そのエンジェルさんっていうおじいちゃまがこのルート66を救ったんです。いろんなこのルート66がですね、廃れていってしまう中でロビー活動をやって、いろんな活動を通す中でここを認知上げていって、でここを国道外されたんですけども、ヒストリックディストリクト、まあ、結局歴史文化財として大復活をすることができた。きっかけ、そして運動をした方がエンジェルさんなんです。そのエンジェルさんに会いに来たんですが、エンジェルさんのバーバーショップリニューアルしてまして、めちゃめちゃ綺麗になってます。こちらです。どうぞ。ベンチもこれ結構ね、いろんな人が座ったので結構汚れてたんですけども、ピッカピカになってます。本当に全部色を塗り直されてて、いいね、いい感じです。でお店の人も言ってましたけども、いつでもあのウェルカムの、準備はできてるからっていう感じだったのでね、いいね。僕も撮って、うちの社長もいるんです。グッサンと、これね、グッサン、左手、これグッサンですね。社長もいますし、シンくんも、私も、エンジェルさんも、千秋さんですね。千秋さんもお連れしましたし、こちら行っていただくと、はい、桃子さんも私お談しましたよ。健介さん、佐々木健介さん、北斗、アキラファミリーもね、ご案内しましたし、あ、ここにまたね、千秋さんのサインがね、あります。こうやって日本の方のサインもね、いっぱい、飾られてると写真と一緒にですね。御年93歳ですから、いやお元気ですよね。ていうか、いつまでたっても元気でいただきたいなっていう、こういうレジェンドっていう人たちはね、聞きたいことがいっぱいあるじゃないですか。こういう大事な思いっていうのは紡いでいく必要が僕あると思うんですよね。残して、ここを残してくれた人がいるわけじゃないですか。じゃあなんで残したのか、なんでここは残さないといけなかったのかっていうのは、今日ちょっとエンジェルさんに聞いてみたいなと思うし、もちろん話してくれると思いますし、いくつか今日は質問が、あるので質問をしていきたいなと思います。いやでもここは時間が1日多分28時間ぐらいこの街はあるね。流れが遅いもんね。風も気持ちいいし、ほんと静かだし、ここはここ、セリグマンはセリグマン、そしてエンジェルさんはエンジェルさんっていう感じがね、しますね。足取りがすごい。あ、いらっしゃった、ほら。娘さんと。足取りが元気だもん。来ましたよ、レジェンドが。
久々ですね。僕ももうコロナ禍になって会ってないんで8ヶ月ぶりぐらいですね。はい、皆さん、はい、 Thank you so much。One time no. How are you guys? This good. Very good. Good. How are you? Good. You good? No, no problem. No problem, right? It's good. Yeah. Oh. Oh. Yeah. 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 I broke my jaw on my dad. When my son was finished building 100 miles of freeway from Cleveland to Asheville, well, talk to the Japanese people, and we will be so happy to see you again.お土産物屋さんですからね。バーバーショップも3分の1、その他お土産物屋さん。なぜかっていうと、ここに集まってもらいたいっていうことなんですね。それでどん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 ルート66を保全するっていう運動を広げていこうというところで、エンジェルさんね、こだわりがありましてね、ここお土産物結構、ね、ほとんどがメイドインアメリカなんです。 USA、 アメリカ内でまた経済を回すっていう、ここのねこだわりもまた素晴らしいです。で、今日は今までね、これだけいっぱいお土産物がねあるんですけども、聞いたことなかったんでね、ちょっとねお店の方に、エンジェルさんの娘さんと義理の息子さん聞いてみようと思うんです。ベスト5、皆さん聞きたくないですか？お土産ベスト5、これが今売れてるんですっていうのをね、皆様にお伝えしたいと思います。で、また観光サービス TV だけですよ。じゃあこちらです。どうぞ。おはようございます。おはようございます。 Welcome to Indo and Doma's original Route 66 gift shop, where you can finditems made in the United States, like this new jacket that we just got in. It's so nice. That's available. It's nice. With wings on it. It's cute. Yes, unisex for men and women. And then let me show you a few other items that we have available that I think you folks from Japanese will love. 紹介してもらいましょう。 Men's polos. Polo. Made in the USA. Very lightweight. Good for the summertime in Japanese when it's nice and warm.And we also have a very popular item that folks love, and that is our Route 66 city shirt. This shirt has all the cities along Route 66. よく寄って、ほら、いろんなそのルート66上にある町の名前がこうやって書いてあるの。Yeah, we have Seligman right here. あ、セリグマンここに書いてある。Oh, nice. This shirt is available in men's and women's sizes, and it even comes in a bag. トートバッグもあるみたいね。いいね。これおしゃれ。いい。これもね、This is yours, right? Yes, this is the one that I was wearing, the little shirt with the angel's wings on it. So nice, so cool. Angels って書いてあるの、これ最高じゃん。Yeah, that just came in. That is brand new this year. And then also what we have are some of Angel's brands. If you want to get something that's just available here at Route 66, Angel's Barbershop. Available in several different colors, in blue and white and the gray.あのルート66グッズっていうのいっぱいあるんだけど、このエンジェルって書いてあるのが大事だし、セリグマンって書いてあるのがすごい大事だし、これなんてメンデスバーバーって書いてあるんで、ここでしか買えない。ここオリジナルなんで、これナイスだと思う。俺好きだ。 Yes, and then another thing that I think the folks from Japanese love are bandanas. We know the Japanese folks love bandanas. We've got an angel part of that. これメンデス書いてあるんだ。 かっこいい。 Nice. And it comes in all these colors. It's cool, right?Nice. And one last thing, a few last things I'd love to show you that I think you're probably supposed to love as well. And a denim bag with Angel's Barbershop on it. Made in the USA. Oh, everything I'm showing you made in the USA. すごい、これちゃんとプリントじゃない。これなんていうんだろう。デコボコしてる。なんていうの、これすごい。あ、色違いもあるね。66 あ、これもすごい。ちゃんとほら、プリントじゃない。
型が取ってある。ちゃんとアメリカンデニムある。ねえ。アメリカンデニム。Yes, sir。見てよ、中にほら。これは、もう強いね。え、ナイス。Are you folks that love to work on the computer? We have a mouse pad. Made in the USA as well. A nice little ruckus mouse pad. スタゴサンタモニカ、right? Yes. And the salesman is right here. Yes, there we are. Right on the map. Nice.ね、仕事しながらこれね、旅行ができる、旅ができるってやつね。どうぞ、こちらで。 And you just mentioned to them that we also carry children's clothing as well. We have a whole rack for children's clothing that they want to buy for their children or their grandchildren. Grandchildren. I don't have grandchildren. Yes. I know this is, but we just got these in for the dog. Wow.For the dog, right? Nice. もっと何でもある。So for everybody in the family, from the kids to the pets. Yeah. Yeah. These are 手作り？手作り？ハンドメイド？すごい。これ何だろう？鍋つかみ？違う。鍋置き。あ、いや、鍋つかみね、やっぱりね。あ、これすごい、いいね。マジックテープになってる。マジックテープになってる。パスポートちょうど入るね。お？子供に。子供にお土産買っとかないと。貢献しないとね、こうやってね。今にも買ったのどうですか？今に。今に買わなかったの？出た。だから女性もんだ。あれ？今に絶対ありますよ。女性です。これなんて今にすごいと思うよ。だから女性ですって。Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah.